最大寺鉄道。最大寺鉄道は、かつて、岡山県岡山市と最大寺市。現在は、岡山市に合併され岡山市東区の間を結んでいた鉄道路線、及びその運営会社である。914mm という特殊機関を用いた、鉄軌道の中でも最後に残った路線として知られる。西鉄、西鉄と略称され、地元民には、京弁の愛称で親しまれた。 蛍光バス路線がなかったことからその最終期まで、一貫して、旅客輸送量が多く、軽便鉄道としては良好な営業成績を保っていたが、1962年、国鉄が高線伊部東、岡山間の開通により、同線との競合を避けるため廃止された。末期には、子会社であった両備えバスに合併。両備えバス、最大自鉄道線となった。 最大寺鉄道は、京弁鉄道、地方鉄道として、日本唯一の 914mm 機関を持つ鉄道であった。この機関は、1900年代から1930年代にかけて、北部九州に発達した馬車鉄道や軌道で多く用いられたが、本州では、最大寺以外に、戦前の石川県下の馬車鉄道で、採用例があるのみで、最大寺軌道が、 わざわざ採用した動機は不明である。開業時に、当時 914mm 機関であった、熊本県の菊池軌道、後、熊本電気鉄道から、中古車両その他を譲り受けたことによるもの。という説があるが、菊池軌道からの中古車両は、ほとんど1926年1月、8.95機関車のみ1927年2月、 譲り受けで開業から14年ほど経過しているので、無理がある。鉄道省文書、国立公文書館所像によれば1907年、明治40年にカフされた、軌道布設特許上では、動力電気、期間線6 7ト、mm、ルであった。しかし、諸事情から、動力蒸気、期間7 6 2ト、mm、ルに変更し、さらに、762mm 木幅に手破却下車の、 洋石は以上に、指定乗客の不便性をなからす貨物の輸送力薄弱と、愛、心得ぜ等の欠点を保機かつ一層運搬の安全機式幅 914mm に、松室支度を理由として、機械変更申請をしている。また、最大寺鉄道52年史によると、購入先、中、大阪岸本商店のことに、ちょうど3フィート、中、 914mm 期間の機材が揃っていたため購入を決めたという記述があるので大株主で役員も一人いた大阪岸本商店に何らかの理由で 914mm 期間の機関車がありこれを勧められたことで 914mm 期間に決定したのではないかという説をアボアキオは無理ブレリー89歳大事鉄道 P7 で述べている 計画当初は、岡山市側の終点を、門殿屋敷中納言にして三戸黒鉄道や岡山、電気軌道との乗り換えをしやすくする予定だったが、実際は、市内中心部に入らず、高楽園北側の蓬来橋正面に作られた、高楽園駅終着駅となった。これは、観光客目当てではなく、目の前の旭川を渡る鉄道橋を建設できなかったためである。 ただし、高楽園を挟んで放来橋、鶴見橋の二つの道路橋で、旭川を渡れば、徒歩10分ほどで、岡山電気軌道番長線停留所があり、市内中心部へ乗り継ぐことができた。これに対し、岡山災害時間に存在する、もう一つの大河である百軒川、は、旭川放水路のとかについては、橋梁を仮設せず、堤防に、霧通し、 立交イコール立交を設けて横断する大胆な形態をとってい河川を管理する内務省及びその後ろ身である建設省は、このような河川の通水の障害となる構築物の設置には反対するのが通例であったが、百軒川は本来、旭川の治水事業の一環で築造された放水であり、通常は水が流れていなかったために認められたものであった。もっとも、旭川が 洪水等で百軒川に緊急放水される際は、両岸の立港にそれぞれ板を落とし込んで堤防を閉鎖し、列車は運休となった。立港の開閉作業は、最大寺鉄道の職員が行っていた。最大寺で、毎年2月に開かれる記載、最大時間の農員会用の際には、保有車両全車を出動させて、長大編成を組み、ピストン輸送を行った。 戦前の海備輸送では、車両の屋根上にまで人が溢れるほどの混雑を停止したと伝えられ、実際に写真も残されている。あまりの過重で戦闘の蒸気機関車の力だけでは、発進が容易でないことから、客車代わりに編成内に連結された機動車にも、エンジン始動状態で運転士が乗り込み、発進時のみ機関車に強調して、ギアをつないで補助していた。混雑の凄まじさがうかがえる。 廃止直前のデータ、本鉄道の経営状態は戦後廃止に至るまで一度の例外を除いて黒字決算を維持しており、日本では史上唯一黒字での軽便鉄道の廃線となった。これは戦後はアコ線開業を見越して、機関乾燥などの機動車の改造工事以外の設備投資をほぼ完全に抑止していたことが主因であり、 その一方で保証金算出を前提に、帳簿上の操作で黒字を意図に出していたとも言われるが、東鉄道の場合、海備の特別輸送による収入が莫大なものであったのは事実であり、これが黒字決算に大きく貢献していたことは否定できない。戦前には国鉄線が競合線として建設されたことで、既存施設鉄道線が廃線となる場合、 その経営状況等に応じて国から所定の廃止保証金が支払われるのが通例であったが、戦後は国鉄が公社化してこの制度がなくなり、実際にもアコ線、アイオイ州アコー間の開業により営業廃止となったアコ鉄道の場合、会社が最終的に解散に追い込まれたにもかかわらず、保証金が一切支払われなかった。アコ線の全通に際しても、 この阿コ鉄道のケースを前例として、国鉄側は保証金の支払いを拒んだが、巨額の現金収入をもたらしてきた黒字路線を潰された両蘇のエバス側は当然、猛反発し、路線廃止後も、請願や運動を重ねて、1965年に国鉄線開業に伴う競合線廃止にかかる保証申請にこぎつけ、1966年に、ようやくのことで保証金を得た。 この際、路線撤去費用等の残務処理経費に355万円を含む1億9804万円の申請に対し、4割に満たない7、329万1、91円が保証金として支払われており、諸経費を除く実質的な保証額は5000万円に満たなかったことがわかる。この後、高規格な国鉄線が 地方鉄道線の競合線として建設され、これに伴い当該地方鉄道が廃止に追い込まれる。事例は、茨城線、伊香佐鉄道、湖西線、高和賀鉄道、そして、阿佐線、土佐電気鉄道は線と西日本にいくつか発生したが、これらは本鉄道の保障問題を教訓としてか、いずれも廃止線の用地を一部買収、用地買収を担当した日本鉄道建設公団は、 実際は必要のない用地を多数取得していた、するという形で、実質的な保証金が支払われ、問題の解決が図られた。それゆえこの保証制度を利用する企業は、以後一社も現れず、この制度自体も1987年4月1日の国鉄分割民営化に伴い終了した。開業時に5両を一挙に、申請したオーレンシュタインントコッペル、アルトルコッペル社や、 菊池軌道から譲り受けした、ハノーマグ社といった、ドイツメーカー製の B があったウェルタンク式蒸気機関車を力としていた。蒸気機関車は延べ給料が在籍した。以下さ、開業時の路線長 19.4km、機関車3両や下追、路線長 21km、機関車3両といった、近隣他社と比較すると、路線長に比して、 開業にあたって準備された機関車の量数がかなり多いが、これは当初より高頻度運転でフリークエントサービスを実施していたことと、1日で1年の収入の大半を稼ぎ出すとさえ言われた観音員、会備の特別輸送に備える必要があったことによるものであった。これらは日の子止めを目的に楽境を思わせる珍妙な形状をした。 非常に背の高い煙突を装備していたのが最大の特徴である。火の粉や梅煙が客車の乗客に降りかかるのを防止する目的であったが、トンネルや立橋の皆無な路線条件も手伝って再現なく延伸が繰り返され、車両限界は屋上の煙突周りだけが突出して高くれた。ついには、 当時の国鉄が用していた大型蒸気機関車の煙突と肩を並べる高さに到達し、監督官庁である鉄道省から高さが課題であるとして認可が得られなくなるほどであった。装備された煙突のようなまでのせの高さは、残された写真からも確認でき、鉄道省の認可を得る前から、すでに煙突の延長を実施していたことがわかる。記録によれば、 一時は煙突を水平に延長し、ホロで客車の屋根状に設置した水平煙突と連結することで煙を客車最後尾から排煙するという、日本では前代未聞の機構を採用したことがあった。これはさすがに、客車の増解決や両端液での気回り作業があまりに不便として短期間で取りやめたという。機動車の導入に伴って蒸気機関車は主力から外れ、 9号機関車は1941年に廃車。戦後、機動車の機関乾燥で、その牽引力が向上し、また燃料である石炭の価格が高騰したことから、1949年6月に、残存する蒸気機関車全車を除籍し、朝鮮戦争に伴う、くず鉄価格の高騰を見計らって1から8号機の全車を解体の上で、スクラップとして売却している。 蒸気機関車、概要1927年より、イカ鉄道が導入した、日本車両製造本店製、機動自動車の成功に触発され、1931年からガソリンカーを導入、これによって、客車を牽引する方式に主力を切り替えた。最初に導入された機動車は、大阪の梅鉢鉄工場製の二軸単々式、半抗性ガソリンカーで、 機械 1>, 1から5の合計5両が1931年に製造された。自動車用のフォード A 型、水冷4ストローク直列4気筒エンジン、40HP、2200RPM を搭載、最終減速弾を、チェーン駆動として二軸両方を駆動していた。その得意な点は、小型の単単式機動車でありながら、輸送力確保のため既存の客車を常に一両、 牽引する前提で設計されていたことである。機動車本体は全長4.4メートルしかないため定員はわずか20人だったが、50人乗り客車、軽便鉄道としては大きいを牽引することで大きな収容力を確保した。運転台と反対側の連結面には車掌が検察に往来するため貫通路と丈夫なデッキが設けられていた。また、観音員会備輸送の際、 代用客車として、蒸気機関車に牽引されることを考慮して、大枠強度を客車並みに確保し、初期の機動車としては、頑丈に作られていたことも特色である。フォード製エンジン採用の背景には、当時の日本で最も普及していた自動車がフォードであり、スペアパーツの確保、調達が容易であったという事情が存在した。このため最大時での採用以前から、 多くの小型機動車で採用例があった。また、梅鉢鉄工場の創業者である梅鉢、安太郎の三男、梅鉢新三郎が起こした、梅鉢自動車が、当時、フォードの関西地区代理店であったという事情も、エンジン調達に有利に働いた。フォード製エンジンは、戦時中の代用燃料化を経て戦後とヨタ製六気筒エンジンに換装されるまで15年以上にわたって、 使用された。決して強力ではなかったが、前線にわたって事実上勾配が皆無のため、客車を牽引しても、なお十分に実用となっていた。これらのガソリンカーの導入で実現した、最短20分ヘッドのフリークエントサービスは、戦前の非電化施設では、異例の頻発運転であった。5両の単単式機動車は、全面の二枚窓流線経過や駆動系の改修など、 幾度となく改造を繰り返されたが、全車が廃線まで在籍した。これは、機間が 914mm で、車体寸法は 762mm 機間の、軽便鉄道並み、という寸法条件のために、中古車の調達が事実上不可能であり、しかも国鉄河口線の延伸計画との兼ね合いで、新車導入が難しかったという、最大時鉄道線の置かれた、 特殊条件によるものであるが、梅鉢鉄工場が手掛けたこれらの車両の基本設計が堅実かつ極めて実用的で、当線の輸送事情によく適合するものであったのも確かである。いずれにせよ、全時代的な単単式機動車が戦後期間乾燥や駆動系の改修は実施されたものの、5両揃って30年の長期にわたり運用され続け、長大な走行キロ数を記録したことは、 特筆に値しよう。その後、大型のボギー式両運転台ガソリンカーを1934年から1937年までに合計3両製造した。これらも、やはり部品供給事情を重視して、フォードの自動車用エンジンを搭載したが、大型車であるため当時最新鋭の V 型8、気筒エンジン、4ストロークサイドバルブ水冷8気筒。 排気量3.6リットルを採用している。また、全車ともに、車体の両端に、バスケット状の荷物台を装備した。1934年に、梅鉢車両で製造された、最初のボギー車である、キハ100は、既存のキハ1型を引き伸ばしたような四角い車体に、正面3枚窓デザインの50人のり車で、板台枠式動力台車を備え、 エアーブレーキを装備するなど新機軸を多数採用していたもののあまりに特殊な設計が多く故障が多発した。これは詳細な資料、写真がほとんど残されておらず RM 最大寺鉄道でも牧野俊介氏が1940年に付随台車側の斜め横から撮影したものを唯一の写真としているほどである。貴重な写真と車両図構図からすると 少なくとも床下中央部にはエンジンが確認できず向こう側が見える鉄道ファンボリューム2181979年6月号のレールバス物語2-2ではホー中同年10月号に収録で紹介する簡易起動歌のボリンの実装客車のようにリアエンジン並みの方式ではないかという湯口通る説が掲載されている 他には日本では、類例の少ない、台車に、直接エンジンを搭載した機動車ではないかという説も、ある。最終的に使いにくかった、キハ100は1941年に機関を外され、ハボ23として客車になるが、昭和26年、1951年に一旦、廃車にされ、車体を分割してキハ8.10の2両の、単単式に改造された。なお、 梅鉢がキハ100を製造する数年前に、やはり大阪にあった冷裁メーカーの加藤車両は、パワートラックと称する代車、直接走火エンジン方式を開発し、何両かの私鉄機動車に採用されたものの、トラブル多発で失敗しているが、それらとキハ100との技術的な関係は定かでない。これに続いて1936年から1937年に、 掛けぞ備された、キハ6、日本車両製造、日車本店製と、キハ7、川崎車両製はいずれも、一般的かつ実用的な床下,下吊り下げエンジンの60人乗り車で、以後の主力車となった。当時の日車本店製軽便鉄道向けボギー式、機動車のフォーミュラに乗っ取って四角い車体に、正面二枚窓、やや深めの丸屋根というオーソドックスなデザインに、まとめられた、 キハ6対4、キハ7は、川崎車両が、日車と共作した高若鉄道機20で習得した、京阪電気鉄道60系、琵琶湖号、1934年の流れを組む、流線型前頭部を採用したのが特徴である。両者とも、車体両端に、側面開閉可能な、大型2台を備え、自転車搭載が容易になっていた。 台車はキハ6が一体中高性側枠を備える軸バネ式。キハ7は皮脂枠構造の軸バネ式で、いずれも火車が実用信案を取得した機関と変速機を床下の機関台枠に相下し、そこからユニバーサルジョイントで逆転機を介して動輪を駆動する当時の一般的な駆動システムとなっており、キハ100と比較して格段に実用性が向上していた。 もっとも、いかに勾配らしい勾配のない最大時鉄道線と、いえども、連続定格出力2 8 1キロワット、37.5PS のフォード V8 ではやや非力で、戦後2両揃ってディーゼルエンジンに換装された際には、交渉出力 90PS のイスズ DA45 が採用されている。のキハ100は、戦時中にエンジンをろして客車化されたが、 戦後の1951年には、車体中央で切断されて2両の単々式、ガソリンカー、キハ8.10に改造されるという、他にほとんど例のない賃改造を受けた。この2両は既存の単々式機動車に類似した駆動装置を申請し、前面は軽く傾斜した2枚窓の流線型となった。ちなみにキハ100の扉間窓数は9枚でそれを4枚と5枚に分割したため、 キハ8とキハ10では、車体の構成が異なっており、キハ8は、旧運転台側をそのまま流線型化したために、客用扉も全員寄りに設けれていたのに対し、キハ10では、旧運転台側を後部に回して、切断面側を前くらいとして、心臓の流線形前頭部を突き出したために、客用扉が後位寄りに設けられるという相違があった。なお、 この関係出破銃10の後くらいより連結面には、大型二台ごと吸気波100の全面が残されており、王子の面影を止めていた。なお、これら2両は、イスズ TX トラック用、ガソリン機関、イスズ DG32 型4、ストロークサイドバルブ水冷直列6気筒4.4リットル交渉出力85、PS3000rpm を搭載し、変速機を経て、 波数6 2号、1のウォームギアで5軸を駆動した。営業用鉄道車両でのウォームギア駆動は、以後、NSL 車庫と名古屋市交通局800軽電車で乗り越しカルダンドライブに採用された例があるのみで、戦後の日本で製造、あるいは改造された機動車では、日本車両製造が開発した最終減速機と一体化された逆転機にベベルギアを使用するシステムが、 一般的であったこともあって、これら二両以外に採用例はない。この改造により、ガソリンカーは一両増となったが、以後は、災害時の海備開催時の混雑対策と、国鉄アコー線の延伸を睨んで、一切車両の増減がないままに、廃線の日を迎えている。機動車用目、キハ Q は、当初より、欠番、動力機構はキハ1までは、製造から、 機関乾燥まで二軸駆動。機関乾燥後は一軸駆動。他はすべて最初から一軸駆動。客車、貨車はすべて木造ボギー車。客車は、大半は、モニタールーフを備えた、オープンデッキ車体で、アーチバー式台車を履く、軽便鉄道の客車としてはごく、一般的な構造であった。一部は、ひりなガソリンカーの経営に配慮して、 時空受けを低抵抗のローラーベアリングに交換していたのが特徴である。貨車は有害者9両に無害者6両だが番号では一切区別せずに連番になっている。1926年、大正15年、菊池軌道よりボギー客車7両、ボギー有害者3両を購入している。内幅22が1950年に廃車。 元キハ100のハボ23が1951年の廃車の後にキハ8と1 2改造だが、他は廃線時まで残存。客車、貨車用木目、客車の製造元は、ハボ1から15.23、キハ100が梅鉢鉄工所、菊池軌道譲り受けの車両が、加藤鉄工所。貨車は、トボ11.12が、自社製造で他はすべて、加藤鉄工所。 車両編成は最末期、1962年3月のデータで、以下の4パターンを基本とした記録が残されている。列車交換は最大駅のみ。貨車は最大時最多間のみ運行。D 編成は後楽園駅で客車2両を切り離し。また、湯口徹のレールバス物語2-2によると、機動車オンリーになってからは、中、 通常時の動力車は、ボギー車2両と、せいぜい単単式1両で十分であり、年に一度の回避裸祭りの終夜運転の時だけが1両予備で、全車フル稼働。ボギー車には単単1両との従連に、客車3から4両、単単従連は、客車4両を引いて4個列車が、途中3カ所で離合。としている。路線廃止後、 最大寺市駅跡に最後まで運行されたボギー式機動車のキハ6.7をはじめとする代表的車両が各車種集められた。保存の手配が取られ、記念館建設の構想も持たれていたが、歳月の経過で、両村 A バス車内から旧最大時鉄道関係者の数が減ってゆくにつれて、その計画は忘れ去られた。集められた車両も朽ち果ててしまい、 1970年代後半には、旧最大寺市駅構内のバス車今年の整備の邪魔になったことから、そのほとんどが順次解体されていった。少なくとも1979年の4月時点では、錆びついてガラスが割れている状態ながらも、キハ4.6、客車と、貨車、番号負傷、貨車は、有害者が写真に写っているがどうにか原型を、留めていた記録がある。 その後解体されてしまったらしい。このうちキハ6は、バスの駐車場となった元の車庫の片隅にそのまま1980年代、中盤まで残地されていたが、屋根が抜け落ちるなど後輩があまりに著しく、結局解体処分に付されており現在、製造名板と車門だけが保存されている。キハ6と並ぶ主力車であった川崎車両製（現、川崎重工業のキハは、 難を逃れ、再塗装などの整備を定期的に実施されつつ、両村アバス最大寺バスセンター、旧最大寺市駅に併設された、緑川洋一写し美術館前に、生体保存されている。これは 914mm 機関向けとしては、現存唯一の機動車。それももともと生産数が少ない戦前の、川崎車両製私鉄向け流線型機動車である。ことから、 その希少性と技術資料としての価値は高く、産業考古学会より2004年に推薦産業遺産に認定されている。客車、ハボ十三とか車、和産が各一両ずつ、岡山市北区の池田動物園に、期間の異なるイカサ鉄道2号蒸気機関車、動物園経営者、池田家の希望で、保存時に3号に開盤されたというと並べて、保存されいる。 また客車が牛窓海水浴場でバンガローになっていた。2009年平成21年3月13日から5月24日まで岡山市東区最大自治区を中心に開催された第26回全国都市緑化岡山フェアの協賛事業、また最大寺鉄道開業100周年を呼び、両備内グループ創業00周年を記念して、 最大寺バスセンターの構内にて、おめでとう。100歳ありがとう。100年最大寺鉄道展が開催された。閉業後にこの規模の展示会を開催したのは初であり、会場で展示されていた写真などは、通常は展示などをしていないため、閉業時に開催されたイベント以来42年ぶりの展示となった品物も多数あった。また期間中は、木花菜の車内を公開し、館内では、 機関車の模型が展示され、今回のイベントのために制作されたペーパークラフトや配線跡のウォーキングマップなどのグッズも発売されていた。このウォーキングマップも今回初めて作成され、現在の配線跡が詳しくトレースされている。公開に先立ち木花菜は車内の修復作業が行われ、廃止当時の姿に近い形に戻された。 グッズ発売の反響が大きかったため、2011年8月31日までの期間限定でオリジナル軽便ショップとして通信販売専門ショップが開設されている。2010年7月31日に最大寺鉄道開業100周年を呼び、両備えグループ創業100周年を記念して、キハ7号をモデルに制作されたサイバス、サイバスの運行を開始した。 旧最大寺鉄道線の路盤の大半、特に、長岡最大寺間は、道路、サイクリングロードを含む、一部、特に、高楽園長岡間は、住宅用地などの民有地として、払い下げや、譲渡の上で転用され、高楽園、森下、最大寺の主要産駅についてはその跡地が、両村内バス車内で、夢に郷土美術館、高楽園、両村内バス車庫、両、森下、 最大寺バスターミナル、最大寺等に、また、藤原駅の跡地も、同じ系列会社である、タクシー会社の岡山交通、藤原営業所に転用された。もっとも、主要駅の一つであった最大駅については、周辺の道路事情が極端に悪いためか、バスターミナルへの転用が実施されず、長期にわたって、駅舎やプラットフォームが放置された後で整地され、現在はその跡地が、 国鉄 JR 西日本東岡山駅、駅前広場の一部及び同駅前駐車場となっている。加えて、埼玉駅の西側に、工業団地が建設された際に区画整理されたために、この周辺では路盤は完全に滅ぼしており、線路跡のトレースが困難となっている。埼玉駅駅舎は廃止後に、両備えバス最大事営業所、現在の両備えホールディングス、 両備バスカンパニー最大事営業所へ移築されて、現在も乗務員休憩所として使用され、大田良駅駅舎は現在でも公民館として使用されている。なお、両備バス最大事バスセンターに隣接している、両備ホールディングス、両備バスカンパニー最大事営業所の営業所事務所、木造平屋建ては、1955年まで、 最大寺鉄道本社社屋として使用されてた建物であり、両備内ホールディングス等機場の本店の機能も有している。今後はギャラリーをき派7号の社内に併設をし、両備内ホールディングス、両備内バスカンパニー最大寺営業所の営業所事務所を改装し、最大寺鉄道記念館にする計画がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。